ゲーラ派は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク郡に属する、町村で、バウナ派行政共同体を構成する。バンベルクの北約 20km、エーベルンの南約 10km のハースベルゲ、自然公園内に位置する。この町は、公式には3つの地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ゲーラ派は、 1396年3月に初めて文献上で研究されている。入植自体はそれ以前から行われていた。幾度となく売却や贈与が繰り返され、ゲーラ派はその後数世紀の間に多くの手を経て、シャウムブルク家やローテンハン家に統治された。1750年にこの村はバンベルクの司教領主領となった。バンベルク司教本部領の一部として1803年の 世俗化によってバイエルン領に編入された。千八百十年にビュルツブルグ大公領となるが、千八百十四年に結局バイエルン王国に返還された。主張はザシャ・ギュンターである。この村の紋章は、十五世紀から十八世紀に村を統治した貴族、ローテンハン家の紋章にちなんでいる。同時に、鶏は村のカトリック教会が捧げられたセビトスの 象徴でもある。高キロマネスク様式の聖フツス教会は、一部は12世紀に建築された、フランケン地方で最も古い教会の一つである。教会の門に掲げられたレリーフは、釜の中に立つ殉教者フツスを題材にしている。教会前の広場には戦争記念碑が立つ。木組建築、石製の十字架や、砂岩の小山のように見える石室などが点在する。 マウシェンドルフ地区には記念文化財の食堂ツア・ジャガーズルーがある。これは軍内で最も古い食堂の一つである。ゲイラ派はウンザー・ドー・フゾール・シュナ・ワードン・コンテストにたびたびエントリーされている。ありがとうございます。